あー面白い面白い、これねちょっと気になってきた、面白いね。みなさーん、藤井葵です。さあ、前にドッキリ企画で偽ホームページを作ったり、あとレトロゲーム王への道に使うソフト提供だったりとか、最近ゲームの波には乗り切れていない魔界のおじさんがいるのですが、今回おじさんよりとある持ち込み企画がございました。背景、藤井葵殿、今回ぶしつけながら私の方よりとある企画の提案をさせていただきたいと思います。おじさんが若い頃に遊んでいたゲームの中には、現在驚くような値段になっているソフトが存在します。本日はおじさんが持っているファミコンのゲームを6本持ってきました。その中に2本だけ現在の相場で1万円以上するゲームが存在します。今回その高額ソフト2本を当ててみるという企画はいかがでしょうか。多分全くファミコンとか知らないと思うので、おじさんメモも同封します。少しでもヒントになれば幸いです。魔界のおじさんより、風には気をつけてね。いや、なんで最近魔界からお便り風に企画が届くの。普通に言えばいいんじゃん。しかも何よ、自分でおじさんがっていうのがちょっと可愛いから許そう。はい、ただおじさんにしてはなかなか面白い企画を持ってきてくれたので、今回は高額ファミコンソフトを見抜け企画をやりたいと思います。いや、それにしても1万円、1万円ってすごいね。お菓子いっぱい買えちゃうね。本日用意されたゲームがこちらとなります。でね、左からファイナルファンタジー、ドラゴンクエスト、ロックマン、悪魔女王ドラキュラ、スーパーマリオブラザーズ3、ゼルダの伝説。おー、なるほど。ちなみにおじさんメモによると、箱のダメージは今回考慮しなくていいとのことです。あー、なるほどね、未開封とかいろいろね。なので一般的な並品の価格相場を参考にして、それぞれ値段換算しているそうです。なるほどなるほど。結構あれだ、葵も知ってるやつ多いですね。今もあるようなゲームの、あ、初代ってことかな、初代何々みたいな。さらに今回葵が3回間違えた時点でゲームオーバー。罰ゲームは最近あった恥ずかしいことを話すだそうです。おじさん風邪ひかないようにとかさ、優しい言葉かけてくれた割に罰ゲーム用意してんの鬼畜じゃん。じゃあ始めたいと思います。待って、全然わかんないや。じゃあちょっと葵がこの中で最も知らない悪魔城ドラキュラっていうののおじさんメモをここで見てみたいと思います。コナミから発売されたゴシックホラーアクション4、独自の世界観と音楽、堅実なゲーム性が評価され、海外でのファンを多く獲得しているゲーム。あー、なるほどね。もともとはファミコンディスクシステムでの発売であったが、今回用意されたのはカセットタイプの通称ロム版と呼ばれるものである。発売されたのはスーパーファミコンが発売されている1993年だったので、当時の生産数や需要はあまり多くなかったと推測。あ、ここちょっと二重線じゃない。しかし現在でも数々の移植が行われているので、ゲームをプレイするためだけならばスイッチとか PS4 でもプレイできる。あ、なるほどなるほど。でもあくまでもカセット版ですよってことか。ちょっと全然わかんないけど、唯一葵が引っかかったのは生産数少ないってことは絶対レアなんだけど、その代わり需要もそんなになかったって言ってたから、プラマイゼロな感じだね。次、ファイナルファンタジー見てみよう。スクエアから発売された RPG ソフトで、今なお続く日本代表する超有名シリーズ。もともとは当時経営不振だったスクエア、背水の陣で出したゲーム。そうなんだ、すごいじゃん、当たってよかったね、ギリギリセーフだ。日本では52万本を売り上げたゲームではあるが、当時は箱と説明書ってことかを残しておく文化がなかったために、箱説が残っているのは貴重。箱説でも今回は箱説関係ないんだよね。あ、なるほど、ダメージは考慮してるけど箱と説明書ありっていうのはでかいってことだ。はぁ、面白い面白い、これねちょっと気になってきた、面白いね。で、次ロックマン見ましょう。カプコン
コンから発売された横スクロールアクションソフトで良質なアクションが楽しめる人気作品。現在でもロックマンコレクションなどの形でいろいろなハードに移植されることも多いが、初代はパスワードなどといったセーブ方法がなく、ロックマンシリーズでは伝統の E 感も存在しないため難易度は高くなって、なるほど。しかし当時のファミコンゲームにしては程よい操作性と難易度から現在も愛されている作品でもある。なるほどね。このおじさんめちゃくちゃ詳しいじゃん、レトロゲーム。めっちゃ、これね、そんなに知らへーって人も多いと思うよ。じゃあ次、ゼルダ。任天堂から発売されたアクションアドベンチャーソフト。もともとディスクシステムで発売されていたゼルダの伝説をカセットにして復刻したものとなる。なるほど、復刻版ってやつですね。箱の右上にある通称 FF マークはファミコンの後期の時代に発売されたソフトを示すものであり、1994年というスーパーファミコン真っ只中に発売されている。なるほどね。ゼルダに関しても言えるが、海外人気が非常に高いソフトでもあり、ゲームであり、海外にはギネスにも載っているゼルダグッズコレクターも存在するほどに熱狂的なファンは多い。なるほどね。ここでのポイントは多分この FF マークですよ。このおじさんがね、わざわざ FF マークって言ってくるからポイントなんだと思うんだよね。はい、次、マリオ。任天堂から発売されたアクションソフトで日本を代表するゲームの続編。販売本数はなんと日本だけでも約384万本という超ビッグタイトルであり、ファミコンソフトとしてはスーパーマリオブラザーズに続いて2番目となる。今作から追加されたマリオの変身要素は現在でも受け継がれていて、世界累計出荷本数は1728万本にも達する。しかしそれだけ熱狂的なファンを抱えているゲームだけに、日本版のスーパーマリオブラザーズ3を欲しがる海外のコレクターも多いと思われる。いや、正直ヤブイはこのファミコンのソフトの1728万本っていうのがどのくらいすごいのか、はたまたなんか売れてないのはもっと全然売れてないよみたいな、その相場がわからないので、みんなもらえるレベルでレアじゃないかどうかがね、ちょっと判断できないんですよね。よし、次、あとはドラクエだけかな、見てないのは。エニックスから発売された RPG ソフトで、日本の RPG の王道といっても過言ではない人気作。当時このようなシステムの RPG は日本にほぼ存在せず、日本の RPG ゲームの土台を作り出したといっても過言ではない。パッケージデザインはドラゴンボールで有名な鳥山明氏で、現在もライト層からコアなファンまで愛されるゲームとなっている。売上本数は実に150万本にも及ぶが、他のゲーム同様、当時の子供は箱説を処分してしまうことも多いので、完品は貴重である。くー、なんだろう、罰ゲームしたくないから、おい、ここは本気で当てに行きます。じゃあ最初の1万円以上はゼルダの伝説です。あー、やばい、一歩外した。ちょっとどうしよう。どうしよう、本当にゼルダ全然レアじゃない。で、あ、意外と意外と意外とそんなに、まあ高い、もちろん高いけど、1万円から比べたらね、音質がディスクに比べ劣化しているのが原因か。え、どういうこと。あ、カセットタイプだからレアとかじゃなくて、やっぱ音質が綺麗かどうかが関係あるってことかな。で、ラストじゃん。じゃあもう外せたりできないってことだよね。あ、3回まで。あ、じゃあ分かった。1万円以上はドラクエです。ね、ね、一本も当たんないじゃん。ね、なんでなんで？え、安いよー、安いよー。うっそー。出荷本数が多いため、しかし年々上昇傾向。え、じゃあ、今見たらもしかしたら1万円以上いってるかもしれないよ。じゃあ明日には1万円になってるかもしれないよ。はい、次、ラストチャンス、ラストチャンス。なんかね、ファミコン後期っていうのはもうスーパーファミコンが発売されてて、ファミコンのソフトを買うっていう人は少ないじゃないですか。もう新しいのが出てるから、だから後期の方がレアなんですって。青い逆だと思ってた。初期のものがすごいレアで、後期のものはなんか安いのかなって思ってたら、その買う人が少ないから後期の方がレアなんですって。はい、わかりました。ロックマン1万円以上、ラストチャンス。あ、やったー。やっと当たったよ。やったー。
え、高い。え、1万円以上。そうかそうか、1万円とは限らない。2万から3万円だそうです。うーわ、これはちなみになんで2万から3000万なの。あ、違う、3万なの。じゃあ、排水の陣ですよ。あと残ってんのが FF マリオ、ドラキュラ。うわ、むずいなこれ。ちょっと待って、葵は決めた、覚悟を決めた。ドラキュラで排水の陣。うぅ、やったー。てってれってってやりました、やりました。これはね、おじさんヒントがすごくね、いいヒントでした。値段を見てみましょう。いやー、こっちも高いんだ。2万から3000、マジにすんの、2万から3000、3万円だって。やっぱりこれは海外人気と需要が少なかったかな。ちなみにおじさんはこの今回のゲームの中で一番好きなのは何なんですか。あー、ドラキュラなんだ。ロックマンかと思ってた。じゃあということで FF の値段を見てみましょう。あ、3000円から4000円。出荷本数が多いため、あ、しかしこちらも年々向上しているってことです。へぇー。あ、そうなんだ。やっぱりシリーズか、マリオとか、あ、そう、マリオの値段も見てみよう。あ、安い安い、500円から1000円。うわ、すごい。これはやっぱりマリオはもう人気シリーズでいっぱい出てるから。あー、そうらしいです。全然違う。だって500円から1000円で買えるのと3万円だよ。全然違うね。うえー。そうなんだ。じゃあやっぱり人気作だから高いってわけじゃないんだね。ということで、葵、奇跡の最後の排水の陣、もうこんなになってるところから罰ゲーム開始ましたー。てれれれってれーやったー。いや、今回の企画ね、めちゃくちゃ面白かった。多分皆さんもいいって思ったこといっぱいあると思うし、豆知識もいっぱいあったから、なんかみんなの好きな世代のファミコンソフトとか、これ持ってます、箱と説明書ありますみたいなのも教えてください。ということで、葵はギリギリ罰ゲームを逃れ、当てることができたので、今ここにあのドラキュラのソフトがいっぱい入ったの、レアーい箱があるんですけれども、ご褒美としてこれをいただきますということで、チャンネル登録もぜひぜひお願いします。じゃあまた次回ね、バイバイ。昔は紙箱だったからボロボロになっちゃったりとかして捨てちゃったりとか、残ってるってことがとにかくレアみたいです。みんなもお家にもしかしたら宝物が眠ってるかもしれないよ。ちょっと葵もお父さんの引き出しゴソゴソやってみようかな。みんなもちょっと探してみては。